はい、ということで今回はですね、突然鬼谷選手が映りましたけど、 FC マリアス岡崎の鬼谷選手の一日密着をさせていただきたいと思います。お願いします。何も喋らんのかい。ナスナス鬼元気だよ。相変わらずです。相変わらずです。モニもうプロ何年目よ。高卒からか。デビューは高3だな。22、23年目。いやすごいね。 FC マリアス岡崎は何年目。3年目かな3年目。大ベテランやね。大ベテラン。今実際ね7時今13分ということで9時から練習。そうだね、うん、練習場遠くてさ、俺家族でほら引っ越してきた。うんうん。大阪からさ、うん、こっち来るってなって、うん、愛知ってもともと奥さんのさ、うん、実家なんよ。ああなるほどね。でこの辺結構親戚とか多くて、はいはいはい、環境的にはめちゃくちゃ良かった。ああなるほど。家族にとって家のね近くにね、うん、嫁さんの姉ちゃん夫婦が住んでて。ああなるほど。子供たちがね、うん、めっちゃ仲良くて。そういうの助かりますね。上の子は小学校3年生で転校だったのかな、うん、ほうほうほう。だからちょっと心配だなと思って、いとこと同じ小学校にしてやんねえとなって。うーん、これやっぱサッカー選手あるあるで、嫁さんだったり子供だったりね、家族事情によって、そうそうそう、住む場所がちょっとね、いろいろ変わりますよね。変わるよ。うん、モニー一番長かったのは FC 東京だよね。ああ、そうかな。9年か9年。でその後どこ行ったっけ。セレッソ。あ、セレッソも長いよね。え、セレッソは何年。セレッソは、うん、トータル6年くらいの。ほうほうほう。え、タイはどのタイミング。タイはセレッソで、うん、セレッソからタイ行って、またタイからセレッソも行った。どこが一番、まあどこも思い出深いだろうけど印象的だった。やっぱね、セレッソかな。おお。一番いい時期過ごしたのは多分東京なんよ。ああ、キャリアハイというか、まあ、うん、そうだね。東京で全てのものをこう与えてもらえたっていうクラブかな。だからすごい思い出深い、はいはい、クラブであることは間違いないんだけど、はいはい、うん、どんな状況の時って人ってほら感謝だったりさ、はいはい、思い出になるのかなってなって、うん、ね、FC 東京戦力外になった時に、うん、めちゃくちゃ落ち込んで、やっぱみんなそうじゃん。まあ戦力外になったらね、マジかってなってどん底だよね、そのグラフで言えば、うん、その時にやっぱり声かけてもらって、で、うん、そこで沈んでいくかまたこう上がっていくかって自分次第だけど、うん、もう一回這い上がる環境があるかないかもまたさ、うん、自分だけの力じゃなかったりするじゃない。そうだね。その環境はすごい整ってて、うん、セレッソでのそのシーズンもめっちゃ良くて、うん、自分の価値とかっていうのをやっぱりさ、うん、上げてくれたっていう意味では、やっぱ辛い時期をさ共にこう歩んでくれたっていうか、セレッソの思い入れが強いかなっていうのはあるね。うん、FC 東京その戦力外になった時は、うん、予兆はあったの。サッカーがガラッと変わって、うん、俺がどうしてもフィットしなかったんよ。求められることが、そうそうそう、ね、多くなったね。自分でもそれは分かってたけど、うん、こうどうにかそれをさ、うん、こうやろうとするんだけど、そうだね、どうしようもないところで、ああでもそのやってるサッカーとかすげえ好きで、うん、その当時の監督常福さんなんだけど、うん、すごいいい監督で、うん、やるサッカーもすごい好きで、うん、でも自分には合わなかったっていうか、俺はやりたいけど、この自分のさスタイルと違う。なるほどね。モニワ選手といえばもう絶対的1対1の強さみたいなね。これは僕あのユースカテゴリーの日本代表で一緒にやらせてもらったんですけど、その当時トゥーロン国際大会っていう大会がありまして、フランスだったりブラジルだったりのこれから出てくる化け物たちが集う大会っていうことで、その当時シセってフランス代表のすごい速い選手がいたんですよ。同い年だよね。同い年、うん、そう、それをねスピードで凌駕しちゃうっていう、もうスピードで吸収してたからね。いや、ほんとスピードすごかったよね。速かった今はどうなの。速かった言うけど、今は、今はね、うん、遅くなった。いや、でも言ってはでしょ。でもね、うん、例えば、うん、20代の頃って30メートルでもいけるみたいな、うん、今はね、そうだな、マックス10だね。
おお、でも10で勝負しないと、うん、なるほどね、もう無理かな。前は離されるっていうより、そのちぎられることはなかった。そうだね、めちゃくちゃ早いやつにちょっと対応を見余ってっていうのは何回かあったけど、うん、今はね、早いやつが、うん、スリータッチしたらダメだね。あー、スリータッチしたらもう危ないね。その間合いありますからね、そうそうそう、人それぞれ。そうなったらもうついていくより遅らせる方に。はいはい、JK、うん、すげえ元気なやつ多いのよ。あー、 J に比べれば下手くそだけど、そりゃ、うんうん、元気とさ、うん、貪欲さとさ、はいはいはい、JFL から成り上がった選手何人かいるじゃないですか。うん、見るね。そういう選手が出てきたことで、うん、めちゃくちゃギラついてんのよ、リーグ。スカウトとかもさ、今までだったら、うん、あまりこう見なかったところをちょっと足運ぶようになったりとかするようになると、うん、やっぱりね、若いやつらすげえんよ。やっぱそうなの、うん、ちなみに丸安の選手たちは、うん、みんな働いてるわけじゃないでしょ今はね、うん、ありがたいことに、その社員と、まあ、プロ契約の混合チームなんだけど、うんうん、まあね、一律でみんなね、仕事もしてないで、まあ、プロはもともと仕事してないんだけど、社員の方もね、仕事しないで、うん、サッカーに集中してやってくれみたいな。そうなんだ。すごいよ。プロ契約半分、半分ぐらいな、ほんと半分、半々。そうだね、いやもうでもプロの方が合うんじゃないかな。あ、そうなの。 JFL でプロ契約っていうのはどうなの、その全体的に割合チームでしょ。うん、多分ね、ダントツだと思う。あ、プロ契約、うん、それは選手としてはありがたい環境だね。そう、ありがたい、うん、けど若いやつらにとっては実際それどうなのかなっていうさ。あ、でさっきも言ったけど、そのハングリーさとかさ、はいはいはい、泥臭さってさ、うん、逆境から生まれがちじゃん。生まれそうだね、ガチ、その逆境がさ、うん、ないっていうか、うんうんうん、そのグランドでのさ立ち位置でしかないっていうか、うん、試合に出る出ないのでしかないっていうか、うん、他のチームってやっぱさ、うん、試合出る出ないプラス、うん、こんなきちい仕事して、うん、あいつらいいよな、うん、なるほどね、仕事もしねえで、うん、っていうさ、うん、こう反骨心みたいのがさ、やっぱ玉際とかで現れんのよ。なるほどそういうのがね、うん、こうやってて楽しいっていうか、俺はね、これ勝たないと食ってけねえみたいな。あ、本来俺らがそうあるべきなんだけどね。そうだね、うん、でもなんかその環境が整いすぎちゃってる。あ、でもそれはすごくいいことなの。だから俺らは変えなきゃいけないんだけど、まだね、変われない若いやつらとかはね、うん、多いっていうかね。そうだね、こんなありがてえ環境ねえぞっていう。あそうだね、そうなんだよ。練習は今日、ちなみに練習時代は1時間半ぐらい。あ、もうちょいやるかな。あ、そうなんだ。もうちょいやるかな、まあ、2時間弱って感じ。そうだね、うん、時はそうだね、2時間以上やる時もある。へぇ、昨日とかもう、まあ2ブレンだったんだけど、うん、フィジカルですごいよ。なるほど、よかった。じゃあ今日はちょっと練習参加もさせてもらうんですが、ね、よかった。じゃあただ、うん、今週試合ねえんだわ。あららら、視線が。なるほど、監督に明日 YouTuber 謎出してきます。うん、明日じゃあ走りやるかマジですか。もう言ってたよ。長くプロやってたら、うん、心境の変化とかってこうある、見えてくるものとかも増えるじゃない。サッカーに関してはでもね、うん、みんな長くやってれば同じようなこと言うんじゃん。まあまあまあ、そうだけど、特にモニは若い頃ギラついてたディフェンダーじゃん。ああ、見られ方を気にしなくなったっていうかな。あ、そういうなんかサッカーとちょっと違うけど、うん、J リーガーってさ、うん、子供にさ、うん、夢を売るとかっていう、うんうん、感じで、うん、車とかいいやつ乗ったりするやついるじゃん、うん、俺もどっちかって言ったらさ、うん、そっち系だったり、はいはい、そういうの一切なくなったっていうか、あ、今まではこう見られ方も大事だったけど、うん、今って見られ方よりも、うん、自分がどうするかとかさ、うんうん、見栄とかそういうの一切いらねえなって、うん、夢を追う側になったってかっこよく言っちゃうと、はいはいはい、今後丸安がどうなっていくかっていうさ、定かじゃないんだけど、うんうん、J リーグ目指しますとかさ、うん、でその夢に乗っかってんのは俺だから、うん、こう、ね、追う側になった。なんかいいこと言ってるね。そうだ、後々はね、指導者とかやりたいから、お、一年一年、一日一日が結構ね、勉強になるっていうか、うん、なるほど、まあそういう視点でも今、いろいろ吸収してるのね。そうなんだよね、こんな指導者の人とかも見てきて。あ、いや、監督姿共に見たいね。どの伝え方が、うん、10人いたらもう違うじゃん。違うね、10人ってものも。確かに難しいね。うん、で、改めてなんですが、はい、
FC マリレス岡崎の森は照之選手密着ということで、はい、お願いします。チャーミングでしょ。チャーミング。これから密着と、あと練習参加も今日、はい、なんと出させていただけるということで、頑張ろう。はい、クラブハウス、あ、クラブハウス、お邪魔します。おお、すごい、失礼します。お邪魔します。おはようございます。掃除、はい、お願いしよう。ちなみに那須さんのユースの時が初めてですか、那須。そうだね、あ、一番の思い出はね、はい、どっかの遠征で、はい、俺がベンチで、はい、がバックアップとかとなった時に、はい、俺らちょっとこっから這い上がろうぜみたいな、あ、前だったんだけど、はい、そうだよな、俺らこのままじゃ終わりねえよって言って、はい、その後さ、お互い頑張ってレギュラーで出たみたいな、はい、すごい、そんな熱い、いや、そうですね、あいつとの一番なんか今ちょろっとお話聞いたんですけど、うん、森さんの一番の思い出は、うん、海外に遠征に行った時に、うん、で森さんがベンチかなんかで、うん、で那須さんがバックアップだったとか、すごい熱い話をした、うん、あ、そうそんな夜があったんです。すごいね、褒めてくれてた。あれ、そうですか。そんな話がいいんだよ。あ、すいません、よろしく。あ、どうも、今だ。お願いします。吉井レポーチ。あ、お願いします。お願いします。今日ミュージカル撮っといたんで。あ、はい。あ、ありがとうございます。あ、一緒にやらせてもらう。モリが言ってたから。はい。はい。強烈なの。いやいやいや、もう全然強烈じゃなくていいんですけど。久しぶり。これ着てるんや。ねえ、俺着てる。着てますよ。ケイスケもう36なの。ねえ、もっと若いかと思った。3年間一緒にやらせてもらった。おー。あ、ジュビロで。これだ。最近もまあ長いやってたら、まあ、もう慣れたもんですよ、長年ずっと。何年目ステーピング歴。いや、もうすごい。これでもステーピングじゃないよ。あ、違うんですよ。お守り。そう、お守りでもあるらしい。なんか安心するっていう。なるほど。うわはい、あー、ごめん。正確に、正確に。ボールが雑に。練習の邪魔するんだったら帰るよ、お前。ナイスナズ。お疲れ様でした。お疲れ様です。これいつも練習こんぐらいの密度でやられてるんですかね。今日は気合入りました。あ、そうなんですね。気合入ったこんなぐらいきついっすよ、まあ、そうですね。モニアさんってこうチームの中でどういった存在なんですかね。あの年であんな元気にやってるのはすごいなと思うし、なんだかんだで静かだなって思った時、一番上の人があんな声出すのかって思う時あるもん。引っ張ってくれてるかな結構親近感というか距離が近い感じなんですかね。なんかそんな大きな壁を作れないというかね。壁作んないで、まあでも厳しいときに厳しいですけど、ね、はい、ありがとうございます。森谷さんって丸安のチームの中でどういった存在なんですか。そのピッチの中とか外とかで最年長としての振る舞いだったりっていう、はいはい、されてる方なんですかね。あ、めちゃくちゃやってくれてます。多分森さんも意識してやってると思いますし、まあ、天然の部分もあるかもしれないですけどそうなんですね。へえ。僕の勝手なイメージですけど、ちょっとあの怖い感じの人なのかなと思ったら、かなりこうチャーミングな一面とか持ってたりして、ね、僕もそのイメージでした、はい、多分昔は怖かったんだろうなっていうなるほど。片鱗は片鱗残ってますか。はい、残ってます。そういう場面も出てくるんですかね、ちょこちょこ出てきますね。今コーチ何年ですか。コーチ4年です。はい、ありがとうございます。ということで今から、モニとお昼ご飯を、その後はちょっとね体のメンテナンスがいろいろあるみたいで、まあ、監督変わって1ヶ月今。そうそう、うん、まあちょっと変革期ということで、モニにおけるこの立ち位置ってやっぱ重要になってきますね、本当にチームを支える上では。うん、自分でいっぱいいっぱいや。だから俺今年からインスタ始めてさ、知ってる知ってる。違いもなく、うん、
マルヤスを認知してもらいたくて全然フォロワー増えないんだけど、ちょっとあのナスのあの30万人だってちょっとどっそりくれやい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 や、それはな、なかなかね難しいですよ。やっぱピッと押すだけやんけフォローいやそこがね本当難しいんですよ ね。でもね、そういうのだから、うん、立派な数字だよね。ナスもそうやって、いやもうコツコツやってね、お皆様のおかげさまでって感じで、うん、来ました。こちらのドドンドドンとお昼ご飯、え、うまそう。ご飯は絶対におかわり3杯はしないといけないですよ、みんな。いただきます。どうぞ先に。次です。うん、うまっ。美味しいですか。うん、うまい。はい、ということで、今からフィットネスジムで、まあ、ハイアルチ、うんうん、でリカバリーするっていうことで。はい、見てこの足。はい、すごい足してるね。わかるかな。すごい足してんだよ。本当に。うん、お疲れ様です。もうしんどい。すごいですね。あのサーロイン食べた後にも、うん、すごいやっぱ、はい、あのこの年まで、はい、やり続けるってこういうことですよ。ここであえて動かすから、疲労回復だったり乳酸除去とか、はい、ここで動かないとね、結果ね溜まっていくばっかりですか。今日はバイクバイク、インターバルだね。ゆっくり焦がしてよ。ね、ポスターとかもさ、貼ってくれて。おう、ね、うん、進化。あー、どれですか。こちら、モニー。そうそうそう。ここなんかね、東京オリンピック出てた、うん、選手とかも、うん、スタッフみたいで、ワールドカップでエピソード史上初あるよ。ちゃんと調べてないか分かんないけどね、はいはいはい、ワールドカップ本大会でクリーンアウト。なるほど。これないでしょ。え、それ何分ぐらい。後半の15分ぐらいで入って、うん、逆転されて、うん、後半割と早めにシステム変えるか、このまま3バックでいくかみたいなところで、俺がそのまま入って、入って、そうそう、そしたらひっくり返って、うん、じゃあもう4バックにしようってなって、まあ、攻撃的に、そうそうそう。インアウトってあれ本当に落ちるよね。俺だ今思えば多分あの時のダッシュ一番速かったんじゃないかな。、うん、俺の背中バーンって出るじゃん。そういるところからその交代するところまで今までで一番速いと思うぐらいだった。うん、そんな記憶があるかな。まあでもワールドカップ出場1位は1位ですから。そうそうそう。今はね思えばね、その当時はもうね、いやもう悔しかったよ。悔しい。選手でインアウトって本当なんか屈辱に近い、なんとも言い難い気持ちなんで。いや、せっかきましたね。結構なペースで上げてました。この後5時から、はい、治療ということで、そこまで密着させてもらって、はい、はい、多分、え、ずっとやってるんですか。そうだよ、ほら、いやすごいな、うん、まあ今ね、はい、午前中練習してた、まあ今日3時からって言ってたかな、まあ、自主練、はい、解放してるみたいですけど、すごいよね。いや本当に過酷なトレーニングを経て、うん、現在5時からモニア選手、はい、ほらあそこ映ってますね、はい、治療中です。トレーナーの竹さんという、はい、もうこれで一日の、そう、あとはもうお家帰ってゆっくり美味しいご飯食べてる。なるほど。ハリいいっすね。ハリ俺もやったわよく。あ、そうなんですか。頭に刺したり腰に刺したりとか。すっきりするんですか。頭に刺すの。頭に刺すの。すっきりするんです。ターゲさんのハリめちゃくちゃうまいよ。
でしょうね。めちゃくちゃうまい。タクさん働いてるとこなんてとこでしたっけ。三鴨新規。三鴨か。どこにあるんでしたっけ。豊橋にあるなんてとこでしたっけ。三鴨。いいっすよね。こうやってね、はい、しっかりとお世話になってる方の口をしっかりと、はい、大人ですよ。いつ行っても混んでるんですよ。あ、今何時。5時20分いや、これ時計じゃなかった。あ、そうだ。ポケモン GO のがある。オートキャッチャーだった。いや、趣味ポケモン GO だな。何匹今日は捕まえてるんですか。今日多分ね、200匹は行ってるね。それこそ今とかさ、何匹ぐらい捕まえたかなってすぐ思うから。携帯でね。そうそうそう、あ、うん、めっちゃいいよ。可愛いよね。ちょっと最後のに、うん、今後の目標っていうか今後の目標、うん、いや密着させてもらって、うん、ね、いろいろモニの今の活動しての見られたんです。そうだね、はい、まずはマルヤスの認知度、うん、もう本当にこのナスをもう使ってね、うん、全国に使ってください。もう知らしめたい、はい、だから、ね、もうチャンネル登録よろしく。ナスのだけどね。ありがとうございます。あとはまあそうだね、マルヤスで J 目指します。うんうん、皆さんぜひ。モニア選手もインスタも始めましたし、そうそうそう、はい、チェックしてみてください。めちゃおもろだから、はい、マルヤスのねインスタもありますので皆さんぜひね、チェックしてもらいながら、はい、はい、応援していただければと思いますので、お願いします。はい、リンクの方に、概要欄の方から、まあ、試合日程だったりとか、はい、お話していただきますので、皆さんね、ぜひチェックしてくださいということで、はい、貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。